庭園強生寺は京都風寺市にある総統州の寺院。日本総統州最初の寺院である。道元が京消防林寺を建立したことに始まる。三号は仏徳山。本尊は釈迦三尊。三道は琴坂と称し、紅葉の名所として人気を博している。春眼の山吹、強生の万象は宇治十二景に含まれている。 境内は、京都府の強制寺文化財環境保全地区に指定されている。同じく、道元により開かれた滋賀県の同盟寺院については、強制寺へ。道元は宋から安定元年に帰国すると、しばらく県人寺に身を寄せた。その後、深草の安養院に関挙した、寒義元年頃のこととされる。安養院はかつて深草にあった藤原氏ゆかりの、 大寺院極楽寺の後で、現在の京都市伏見区深草法湯寺山町付近にあったと推定されている。天福元年、道元は深草に強制寺を改装する。永平公録によれば、家庭2年に開道式が行われ、観音通り院教消防派や自然寺とこうした。なお、その前年の家庭元年の宇治観音通り院総道建立肝人の書によると、 当時の強生寺には、仏都道はあったが報道と騒動は、まだなく、道元は、騒動混流のための肝人を呼びかけていた。建築士屋の大田博太郎は、この時点からわずか1年足らずの家庭2年に、仮覧が完成していたとは考えられないとしている。強生寺は、比叡山延暦寺の弾圧を受け、還元元年、道元が越前国に下校して、以降荒廃し、 十字四代で廃絶した。江戸時代の慶安元年、淀藩主の長井直政が万安永史を招兵して、第五世十字とし朝日久園のあった現在地に再興した。漢文四年、紀内の触れ頭寺院となる。延響四年には永平寺の末寺となっている。当時に伝わる古文書は、強制寺文書として刊行されている。 京成寺石造総林宇治川岸に面した表門より山門に通じるまでの200メートルほどの緩やかな勾配山道は琴坂と呼ばれ京都府指定名称となっている紅葉と桜で有名である琴坂の山道沿いに流れる湧き水は本堂脇の貯水槽に一旦溜められた旭山の山水が流れており その水の流れがあたかむことの音色に聞こえ、長い参道がことの形状に似ていることからこと坂と呼ばれるようになった。京都府宇治市宇治山田27、ありがとうございます。